キム・ヒョンジュン、4年ぶりのドラマ復帰作、時間が止まるその時、10月より衛星劇場にて日本初放送決定。C、2018ボナンザ・ピクチャーズ。V.E.D. キム・ヒョンジュン主演ドラマ、時間が止まるその時、が、韓国での放送前に早くも衛星劇場での日本初放送が決定。キム・ヒョンジュンの4年ぶりのドラマ復帰作として注目を集めているドラマ、時間が止まるその時、兼題。韓国では KBSW で10月から放送開始予定だが、早くも日本では CS 衛星劇場で放送されることが決定した。10月に第1話を先行放送し、11月から本放送がスタートする予定だ。時間が止まるその時は、キム・ヒョンジュンが超能力を持った主人公を演じるファンタジーラブコメディーだ。ヒロインには、長年助演として数々のドラマに出演してきたアン・ジヒョンが抜擢された。感激時代チルダ闘神の誕生以来、4年ぶりのドラマ出演となったキム・ヒョンジュンが、本作でどんな演技を見せるのか、日本と韓国のみならずアジア中で注目を集めている。放送情報、時間が止まるその時、兼題、CS 放送局、衛星劇場にて10月日本初放送。10月第1話先行放送、11月より本放送スタート。2018年、韓国 KBSW、2012話演出、カク・ボンチョル脚本。チホジン出演、キム・ヒョンジュン、アン・ジヒョン、イン・ギヨジン、ストーリー、時間を止める能力を持ったジュヌ、キム・ヒョンジュンは、自分の能力を使い他人を助けながら密かに暮らしていた。そんな中、自分が住んでいるマンションのオーナー、ソナ、アン・ジヒョン、と出会う。ある日、ソナの父の借金の代わりに、闇金業者にマンションが差し押さえられる。家賃の値上げを通知するためジュヌの部屋を訪れたソナは、ジュヌが時間を止める瞬間を目撃してしまう。関連サイト、時間が止まるその時、兼題、公式ページ、http://www.eigek.i.com、トピックス、アクションイコールディテール。